横浜に向けて意気込み言おうか。これ全世界見てるから。全日本ミニッツほとんど見てますよね、これね。見てますね、うん、結構ね、はい、じゃあ、今日松島拓也君は、こたつでないとフォーミュラクラスにおいてポールポジションを獲得しました。残念ながら僕は負けて3番手です。横浜に向けてどうですか。謙虚であります。若いのに謙虚。僕なんかもう取れるもんなら取りてえぐらいな感じなですが、頑張ってみたいと思います。それではこたつでないとフォーミュラクラス、キュー。